しっかりと思ったことをやる、行動する女になっていく。人生を良くするために手放すっていう目的があるんですね、はい、なんで捨てられないかっていうとね、はい、知識欲なんですよ、うん、知識を知っておきって逆なの、捨てていくの、そぎ落としていくの。あなたと住まいを笑顔にする専門家、一級建築士の矢野啓三です。幸運住まいチャンネルへようこそ。このチャンネルは家を活用してね、幸運を引き寄せる方法をお伝えしておりますということでね、今回はちょっと特別バージョンということで、やっております。今日はですね、捨て活のえっちゃんに来てもらいましたということで、ありがとうございます。はい、先生ありがとうございます。いや、こちらもこそよろしくお願いいたします。えっちゃんはですね、捨て活っていうことをね、本当 YouTube を通じて本当に多くの人に広めている方でですね、とにかくチャンネルを見るとですね、もうえっちゃんがひたすら捨てる、なんか捨てるってぐらい、なんか捨てまくってるのをよく見るんですけども、これね、本当に捨てるっていうことが苦手な方すごく多いなっていう中でですね、個人的にもどうやったら減らすことができるかって話をたくさんしてるんですけども、ただですね、私男性だっていうこともあってですね、やはり女性目線で、本当にね、家の中にこれあったらおしまいだなみたいな感じで、これを片付けていかないと本当に人生好転しないよと、ね、よく人生好転させるためにね、はい、いうことでね、言われてると思うんですけども、そのえっちゃんにですね、いろいろ聞いていきたいなと思うんですけど、まずね、えっちゃんの自己紹介をちょっと簡単にしていただいてもいいですか。はい、ありがとうございます。はい、捨て活で人生好転というチャンネルをさせてもらってます、えつこと言います。まあ、基本的に家の中にあるものだったりとか、あとはいらない情報とかね、いらない人間関係っていうね、はい、そうっとで、本当は古い概念っていうのを捨てていきたいということで、そういったものをどんどん手放していくことで人生が良くなる。まあ、私はよく夢が叶いますよということを話してるんですけれども、とにかく人生を少しでも良くするために家の中のものをまず、ね、捨てていきましょうというのを発信させてもらってます。なるほど。だから家の中を片付けると、もう結果的に人生まで本当変わっていってしまうという、はい、そのメカニズムがあるわけですね。あります、あります。なるほど、それもね、具体的に聞きたいところであるんですけど、ただね、今回はまず、もうえっちゃんから見て、家の中でこの5つあったらおしまいよっていうか、はい、これがあったら速攻でね、捨ててくださいとか片付けてくださいっていうことの、もうおすすめベスト5みたいな形でね、ぜひ教えてもらえたらというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よかったら早速教えていただけますか。はい、あ、いいですか。じゃあもう早速、はいはい、お願いします。今日そのお話しさせてもらいたいのは、家の中にあるとやばいよと。やばい、これ捨てた方がいい。やっぱだってどうですか、皆さん、やっぱ人生ね、もっともっと今よりも右肩上がりにしたいなと思ってる方がたくさんいらっしゃると思うんですよね。先生もそうですよね。はい、そうですよね。基本的に、まあ、多くの人にそうなってもらいたいと思って ねこのチャンネルもやってるとこありますし、いや、もうほんまにそうで、なので、まあ、この5つのものをまず捨ててみようというところからスタートしていただきたいなと思いますので、早速いきたいと思います。はい、まず一つ目が、1年以上前の洋服。1年?1年ですか。おっと、やばいな。やばいな。そうなんですか。いや、これは、お仕事の服はちょっと別と思ってもらっていいです。要は衣装みたいな形のものであれば仕方ないと思うんですけども、普段着てるものですね。あ、はいはい。だから矢野さんもきっと普段着てるものって、まあ、たくさんあると思うんですけれども、はい、で、皆さんもそうだと思うんですね。で、私は本当はね、これね、ワンシーズンで捨てたいんですよ。ワンシーズンでいきましょうって思うんですけど、それちょっと初心者の方では難しいと思うので、まずは1年以上前の洋服は手放していくというのが、だから1年間着ていなかった服っていうことじゃなくって、1年前も着てて、今シーズンも着ようかなと思ってても捨てろっていうことですかね。そうなんですよ。すごい。ちょっとね、きついかなと思うと思うんですけれども、まずは、今先生がおっしゃったみたいに、こう、1年前で着てなかったものはそうやなって思うと思うんですよ。まあ、まずこれは手放してほしいんですよね。要は不要なものっていうか、使ってないものなわけじゃないですか。基本的に使ってるか使ってないかで分けますよね、私たち。そうですよね。で、使ってないんであれば手放しましょうということなんですよ。まずこれをやってほしいんですね。はい、で、それをもしできた方に関しては、使ってた
たけども、うん、手放す。でね、これなんでかっていうのをちょっとお話しさせていただいていいですか。ぜひぜひ、はい、あの私が言ってる捨て活っていうのは、まあ、手放していくっていうのってちょっと普通のなんていうのかな定義と違ってまして、うん、メインは人生を良くしていくということなんですね。捨ててなんかすっきりしましょうっていう話って私全然してないんですよ。うんうんうん、じゃなくて捨てたら勝手にすっきりするじゃないですか。それはね。でなんかそれはもう当たり前なんですけど、人生を良くするために手放すっていう、うん、この目的があるんですね。だ、うん、から人生を良くするんであれば過去の自分を手放すという感覚で、その1年前2年前3年前っていうもし着てる服があったとしたら、その服を身にまとうと、もう自分が勝手に1年前とか2年前の自分にタイムスリップするんですよ。無意識でなんかないですか、あこれって1年前に買ったなとか、あこれって2年前のあの時に買ったなとか言ってないですか。あありますあります、はい、ありますよね、うんうん、だから勝手にこう思い出しちゃうんですよね。でその記憶を過去にとらわれたくないんですよ。もうもったいない、そのなんか記憶 の, そのメモリーっていうんですかね、うん、じゃなくてそれはそれでもちろんいいんだけれども、でもうどうしてもやっぱねこう新しいねこう最高の未来を手に入れたいっていうために、なのでその古いものを手放して新しいものを身にまとっていくっていうのが私はすごい大事だなと思ってまして、なのでその1年前のお洋服はなるべく手放していきたい。それは使ってないものはもちろんなんですけど、使っててももういいかと、新しい自分になるぞっていう感覚で手放していただきたいというのがあります。なるほど。よくあの人の細胞って、うん、早いものだったら数ヶ月で入れ替わって、うん、ほとんどが、まあ、2、3年で体全部入れ替わるって聞くんですよね。はいはい、なんかそれとなんか同じような感じしますね。あもうまさに矢野さんがおっしゃったことと同じで、うん、あそんな感じ、うん、だからそれを能動的にやるんですね。うん、か細胞はまあ勝手には入れ替わってくれるんですけど、はい、自分って入れ替わったよなってあんま思わないじゃないですか、うんうんうん、だけど入れ替わってるよねと、はい、でじゃあこの洋服を能動的に入れ替えると、あなんかこの服着てる時の自分ってこんな感じやなとかなるんです。なるほど。そうそうそう、あだからえっちゃんの考え方は人生をどれだけこう好転させていくかっていうのがテーマで、そこから見た、うん、まあ捨て活だということなんですよね。そうなんですよね。あすごい、だからまあ1年って聞いて、もったいないと正直思ってしまったんですけどそうそう、うん、だけどそういう視点で、うん、まあだから1年着ればいいなっていう風な感じの服とか、あとはまあ場合によっては仕事とか勝負服はまあ別だという話からね、だからまあ下着なんかもそういうことですよね。そうなるとね、そうですそうです、下着なんかも本当は3ヶ月ぐらいでも入れ替えていくことで、うん、なんか自分自身もこうやっぱね真新しいのってこう身につけてると気分いいじゃないですか、うん、っていうのもあって、その気分もそうやし自分自身も新しくなって入れ替えてるんだという気持ちでやっていただけるといいです。なるほど、なかなか強烈なやつが一発目来ましたけどありがとうございます。なるほどね、なんかえっちゃん節炸裂でねすごいいいなと思ったんですけど、じゃあこの勢いでちょっと2つ目も教えていただけますか。はい、じゃあもう早速2つ目いきたいと思います、はい、2つ目は賞味期限切れの食べ物ですね。まあもうそのまんまなんですけど、はい、これあの冷蔵庫とか、うん、あとは乾物系とか、はい、あとストックとかあるじゃないですか、はい、でそれで結構ねあの油断すると賞味期限切れてるんですね。でそれが家にあると要は賞味期限切れ温暖になるんですよ。そういうことですか。そうそうそう、賞味期限切れでも大丈夫になっちゃったみたいな、そういう自分になっちゃうということですね。そう、そういうことなんですよ。だからこれってあのお皿とかでも私言うんですけど、うん、なんか欠けてるお皿とか、うん、なんか欠けそうなお皿とか、うん、例えば景品でもらったお皿とか、うん、使ってませんかみたいな話をするんですね、うんうんうん、でその景品でもらったお皿、はい、あるいは欠けてるお皿とかやったらもう危ないからね、はい、手放しましょうって分かるわけですよね、うん、だけど景品のお皿なんでダメなんですかって言ったら、だってあなた景品なんて聞くんですよ。なるほど、その聞き方面白いですね。いやでもあなたおまけみたいな、うん、いやおまけじゃないですよ、おまけの女になっちゃうわけですよね。そういうことそういうこと、だからそのおまけの女になりたくないでしょって、だからその賞味期限切れも賞味期限切れ女になりたくないでしょってことで、多少で切れてたらいやもったいないなとか思うんやけど、そこでえいって手放すんですよ。今までやったらもったいないから、いやこれ後で使おうとかで残すわけですね、うんうん、でもったいない女になってくるんですよ、うん、じゃなくてもう皆さんは もっともっと人生を、ね、大好転していただきたいということで、いやいや私の人生は価値があるし、そんな賞味期限なんてもう食べませんよみたいなね、そういう風になっていただきたいので、もうそこは決断して手放すというのを、ね、やっていただきたいと思うんですね、はい、いやもう賞味期限切れは良くないっていうのはね、いろんな言い方あるかもからんですけど、うん、賞味期限切れの女になりたくない
ってなった時にハッとして動ける方がね増えていただいたらいいですよね、うん、本当に、ね、いやめっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。そうなんかちょっとこうアプローチの仕方が少し違うかもしれないんですけど、うん、はい、いやえっちゃん面白いですねよかった、いや本当に、いや素晴らしい。ちょっとこの調子で3つ目とかもいきましょうかね、うん、はい、はい、じゃあ早速いきましょう。3つ目、はい、壊れてる家電もしくは使ってない家電ですね。まあ、もしかしたら江野さんもねそういうお話たくさんねもうされてると思うんですけれども、うん、なんかこうね壊れてる家電って捨てんのめんどくさいなと思って家にあるんですよ。私もそうなんですよ。油断するとあまだあったこの家電とかなるんですよね、うん、いやいやでもそこでねちょっと待ってよと、このね家電あるやんか、うん、ほんならな見るたんびにああれ捨てない、ああれ捨てなってずっと頭の中で思ってるんですよ、うんうん、で捨てにくいやん、なんかパッと捨てれるもんやったらもうゴミ箱入れればいいだけやねんけど、なかなかできないでしょ、これなんか粗大ゴミセンターに電話してとかなしなあかんわけや、うん、なんかめんどくさいなとかな、燃えないゴミの日に出さなあかんわとかって思うんやけど、それをとっととやる自分になりましょうってことなんですよ。使ってない家電があったりすると、扱ってないけどあるわっていう、そのもう脳のメモリを取られるんですよね。さっきも聞いたけどさ、過去とな今から明るい自分な、どっちがいいって、明るい未来のどっちがいいかってことなんですよ、うん、で大事なのって当たり前ですけど、 SNS どう未来と思いません？ね、やっぱし過去に引きずられる女にならないですね。ですよね。いやめっちゃうまい。いや山さんめっちゃうまいそれ。あ、そうですか、よかった。そう過去に引きずられる女にならないために、うん、未来に生きる女になりたいわけなんですよ。おー、なるほど、うん、理想の自分っていうのを描いた時に、いやなんかうじうじしてる自分とか全然行動できない自分とかじゃないはずなんですよね、うんうん、なんかよしやるぞって決めたらやれる自分であったりとか、あもうこれはすぐこうしようと思ったら行動できる自分であったりとか、うん、っていうのがすごく大事だと思ってて、皆さんもやっぱねそういう女性になりたいなとか思うと思うんですよね。だからそれになるたびにちゃんと、あもうこれは今週中に肩をつけるぞみたいなね、この決断力と行動力を磨くためにも、そのあこれまだあるわっていうのをとにかく手放すというね、しっかりと思ったことをやる行動する女になっていくっていうのが私すごい大事だと思ってて、今回このね壊れてる家電もしくは使ってない家電とっとと捨てましょうっていうことなんですね。なるほど、本当人生好転させるっていうことにコミットしたかの、うん、やっぱり内容なんですよね。まさにその通りですね。なるほどね、なんかそこのコミット度合いの強烈さがすごくて、うん新鮮でいいです。だけどそれぐらいの思いがないと人生ってね好転していかないかなっていうのも感じましたけどね。いやもうまさにその通りで、なんか私自身が、うん、3年前にこの捨て活っていうのを本気でやりだしたんですね、うん、ほんで全然もともと溜め込む女だったんで、溜め込む女、もうめちゃくちゃ溜め込んでたんですよね、はい、でそれをもう捨てるってなった時に8割ドバーッとしてたんですよ。でも8割捨てる時にすごい決断力がいるんですよね、うん、だから今ちょうどまあ3つ挙げましたけれども、うん、そういうなんか洋服だったりとか家電だったとか賞味期限のものとかっていうのをバーッと捨てていったんですよね。もうそうしたら決断力ついて行動力ついて、もうやるぞって決めたらできるっていうね、なんか自分に変わったっていうのがあるので、ぜひ皆さんもこのね捨て活ぜひやってほしいなと思うんですね。なるほどね、はい、もうぜひねえっちゃんのチャンネルも合わせてみてコーンスマイチャンネルと掛け算してみてもらったら皆さんの人生加速するんじゃないかなって思いますね。もう矢野さんはもうその家の中のことを整えるプロじゃないですか。あこれがあったらどうとかね、これがない方がいいですよとか、うん、たくさんそんな情報を配信されてると思うので、まあそれにプラスして私の方はもうこれから捨てるっていうね、うんうん、片付ける前に捨てるんやっていうね、はい、そこのマインドをセット皆さんがしていただいたら、もっともっと好転がね早くなるということですね。なるほどね、もうこの喋り口調もなんか関西弁が乗っててなんか吉本の人かなみたいな感じもいいですよね。ありがとうございます。いえいえ、めっちゃ嬉しい、はい、じゃあ次の4つ目いきましょうかね、はい、4つ目こちらね結構深いんですけど、もやっとするもの、もやもや急に抽象的な言葉になる、もやっと、はいはい、これは何かっていうと、はい、例えば洋服でも、うん、置物でも、うん、何でもいいの、うん、ただ着ててあとかね、見ててとかね、もしくは存在がないものとかね、うんうんうん、なんかよくないですか、置物とかで置いてるのはいいんやけど、これいるのっていうものとか、うん、で私は公開生活って言って、はい、他 の, 視聴者さんとか の,、はい、お宅にお邪魔してね、うん、ご実際もんで一緒に捨てるっていうのをやるんですよ。ほうほうほう。ほんなその時に
もうまず玄関から、うん、この置物いるって聞くんですよこのカエルとかいるみたいな。あ、だからカエル好きな人結構いますよね。本当ですか？なんか、うん、私の知り合いでね、カエルのアイテムいっぱい集めてる人がいましたけどね。あ、そういう方はいいじゃん。だからあ、なるほどね、コレクターなんですよね。あ、そうか、それはもやっとしないですね。じゃあもやっとしないやつ。あ、そういう意味だよね。だけど1個だけ単独であるともやっとするっていう感じですかね。そう、なんかだから いるのこれって。あ、うん、ほんなら本人も気づいてない。あ、こんな確かにもう景色になってて、あ、こんなんあるわって空気になってるんです ね、 もうね。そういうこと、そういうこと。でこれね、物がたくさん置いてあるとこんな感じになってくるんですよ、うんうん、だから1匹のカエルのなんか置物がポツンってあると、あ、カエルって認識できるんですよ、こっちもね、うんうんうん、だけどなんかクマもあったりカエルもあったりなんとかもあったりするともうわけわからないんですよね、うん、でそういう方になんか聞いて、これいりますって言ったら、いや、いらないとかってしてるんですよ。でこれはとかって聞くと、あ、これ実は義理のお母さんからもらってとかって話になって、うんうんうん、で言いますかって聞くんですよ。なって悩むんですけど、悩んでるってことはいらないんですよ。罪悪感から捨てれないみたいな感じですかね。そういうこと、そういうこと、そういうこと。ね、だからその考えてるってことは何かを考えてるわけでしょ。うん、もう、いや、でもとは言っても、なんか捨てたら、なんか言われたらどうしようとか。あれ、どこ行ったのって言われた時にどうしようみたいなことがいろいろ思うんでしょうね。そういうこと、そういうこと。そんな聞かれへんのに、絶対。はい、なるほどね。絶対聞かれへんのに、うん、そういうこと考えるのね。うん、っていうことは、自分まず気に入ってないよねと。うん、うん、だから気に入ってて毎日見てハッピーやったらいいんですけど、そうじゃないんであればそれいるって聞くんですよ、うん、で、あなたそんなものを見ててなんか毎日、あ、もうこれ、あ、またある、あ、でもなんかもやっとする、あ、でも捨てられへんなとか言って思ってるの、思ってるの。だからその脳のスペースを空けたいの、うん、だからなかったらもう何も思わないんですよ、うん、で実際捨ててみたら捨ててみたでね、なんか私、え、何捨てたっけなってなるんですよ、うん、だからそんなもんなんだ、人間なんて。うん、だからとにかくその見ててもなんか、あーとか、なんかもう存在感がないものに関してはもうほんまに手放していきましょうって。えっちゃんぐらいの勢いのある人にサポートしてもらわないとなかなか自分では気づけないかもからないですよね。そう、そのために私 の、 公開生活があるんでね、ぜひご興味ある方はね、これは私の公式 LINE の方でしかご案内してないんですけど、うんうん、まあ、一回チャンネルね見に来てもらって、うん、そうですよね、うんうん、そこに概要欄に貼ってあるんでね、はい、見てもらっていいんですけど、いや、じゃないとなかなか手放せないのは事実ですね。なるほどね、うん、だけどそれは手放す対象なんですよっていうことをまず皆さんに、ね、ご理解いただけたらなと思います。いや、本当に一個一個説得力すごいなということでじゃあ最後の5つ目、あ、そういえばね、今日5つ目の後にね、うん、とっておきの話もね残してるのでね、よかったらね、うん、続いて聞いてほしいんですけど、じゃあ5つ目まずいきましょうか、はい、はい、じゃあ5つ目は、はい、読んでない本。本、読んでない本、はい、本でね、もう皆さん視聴者さんの中で、うん、本たくさん持ってる方いらっしゃいませんかってことなんですね、うん、で私もすごい本読むタイプで、なんか読んだら、まあ、なんか捨てるっていう概念ないですよね、本って。うん、いや、もうなんか貯めるよねみたいな感じ で本ってすっごいもう溜まってたんですよ、うん、で実際私が公開生活でお邪魔したお家の方の、ね、中にもやっぱ本がもう 2,300 冊あるみたいな、うん、でうわすごい本ですねみたいな、読んでるんですかって言ったら、全然読んでませんみたいなですよねみたいな、え、これ読む予定があるんですかって聞くと、全然ないですっていうかじゃあもう行っちゃいましょうかっていう感じでうわーってするんですよ。ほんでね、この物を捨てる時って、うん、ね、こうコツがありまして、はい、軽いものから重たいものに行くといいんですよ。軽いものから重たいもの、うん、はいはい、そう、うん、で実際に物理的に、うん、重量が軽いものっていうんですか、例えば、うん、洋服、夏服なんか軽いじゃないですか、うん、だから捨てやすいのね、うん、で冬服って捨てにくいじゃないですか、重たいから、うん、っていう感じなんですよ、うん、でまずは軽いのからいって重たいの捨てようねって感じ、はい、だからさっき言ってた家電なんかもちょっと重たい部類で入りますよね、うん、大きいものであれば、はい、だから捨てにくいっていうのは分かるんですよ、はい、で今回の本ね、これ、うん、本もちょっと重たいでしょ、本って。そうですよね、まあ、1冊ぐらいだと別にあれやねんけど、うん、10冊ぐらいになったら結構なこう重量ってあるわけですよね、うん、だから結構ね捨てにくい部類に入ってくるんですね、うんうん、だけど皆さんね読んでないの、うん、読んでないねんもうほら意味がないねんな。だから仕事で使うとかそれはもちろん取っといたらいいわけなんですよ、うん、なんだけれどももう普段のプライベートで読んでる本でこれもう何年も読んでないけどだとか、うん、いう本はもうとにかく手放す。これね、本がなぜ手放せないかっていうのがねあるんですけど、矢野さん何やと思います？いや、本ってなんか、うん、捨てるものじゃないっていうか、うん、なんか
バチが当たりそうな感じしますけど。バチが当たりそうな気がする。はい、これね、はい、なんで捨てられないかっていうとね、はい、知識欲なんですよ。知識を知っておきたいっていう私たちが欲があって、うん、まあ何でもそうなんですけど、物もそうで、人間関係もそうで、うん、情報も全部、ね、入れたいんですよ。入れたい、入れたい、入れたいって、ブワーって入れるんやけど、たくさんの情報がありすぎて、混乱するんだ、頭が。うんうん、ほんで結局、私何やったらいいんやっけってなるんですね。これと一緒で、だから本も読んで読んで読んで、だから知識が、なんか、取っといた方が得なんじゃないかと思うんだけど、うんうん、逆なの。捨てていくの。削ぎ落としていくの。で、本当に皆さんの、今の皆さんね、あの過去の皆さんじゃなくて今、うん、今の皆さんに必要な情報だけを集中して入れるの。そうしたらその情報だけ自分の脳に入ってきて混乱せずに、あ、じゃあこういうことをやればいいんやっていうふうに、ね、やることが明確になって行動ができるようになっていくんですね。だけども情報を入れすぎないっていうのがめちゃくちゃ大事で、うん、そのためにもその1回過去に買った本、うん、捨てましょう。聞きたいの、これはゴミとして捨てるのか、それとも、うん、あの古本屋さんに売るとかいうのも捨てるの、どういうふうに考えてるんですか、本っていうの。どっちでも OK、どっちでも OK、うんうん、だから矢野さんだったら結構多分ね本とかお持ちだと思うので、はい、いやこんな大量どうしようってなったらもうまとめて段ボールに入れて、今やったら電話したらあの取りに来てくれますよね。私はそれでだいぶ本は整理したことあるんですけど、うん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 、なので視聴者さんも一緒でもうまとめて売っちゃってください。そうしたらちょっとお金になった自分も嬉しいじゃないですか、うん、なんか数冊なんやったらもう普通にあのゴミ袋に入れて私なんかは捨ててますけどね。なるほど、うん、どちらでももちろん OK ということで、とにかく自分からなるべく早くそのね、はい、手放していくってことなんですよ。なぜかというと皆さんゆっくり好転したい、それとも早く好転したいってなった時に、なるほどね、早い方がいいですよね。うんうん、矢野さんもどうですか。いや確かにその重りになってたら困りますよね。そう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 、なるべく早くもうあなんか軽やかな気分で毎日過ごしたいとかね、あのこっちの方がいいじゃないですか。だからもうなるべく早く手放すっていうのが大事なので、だから今今日ね挙げた5つあるじゃないですか、はい、もちろん5つ全部できたら最高なんやけれども、うん、いやまずこっからやってみようかというね、1つでもいいからとにかく早くエネルギーをね自分から手放していくっていうのをやっていただけたらなと思います。なるほど、本当に人生を好転させるっていう意味では、うん、もう本当にこのえっちゃんの考え方が根底にあるから本当に変わっていく、そのための手段としてのね、うん、捨てるっていうか捨て勝つっていうのをすごくね伝わってきたなというふうに思いました、うん、はい、それでね、うん、今日の話ものすごくビタッとハマった人もいると思うんですけど、うん、多分ね一部の人がですね私まだそれ以前で、うん、部屋がお部屋ですとお部屋の状態でその服片付ける前になんかどこから手をつけたらいいのかわからないっていう人いると思いますし、あとえっちゃんのねその公開のやつとか含めても、うん、その取っかかりのところもねぜひ最後にちょっともう特別プレゼント的に皆さんにちょっと言ってもらえたらと思うんですけどね。はい、はい、ありがとうございます。これめっちゃ簡単でね。そうですか、うん、もう何個かやり方があるんやけど、ちょっといくつかご紹介させてもらっていいですかね、うん、じゃあよかったら、はい、うん、まず一つ目はもう本当にそれこそ今目の前にゴミないですかってことなんですよ、はい、あのキャンディーのなんかカスとか、うん、何でもいいのよ、うんうん、とにかく目の前になんかティッシュとかもこうぐじゅぐじゅっていうのがあったら、それをまずゴミ箱に入れるところからがスタートなんですね。でこれを1個やるでしょ、うん、そしたらあこれもあったって2個目が見つかるんですね。あこれもいらんかなって3個目が見つかるんですよ、うん、つまり私たちは考えてるんじゃなくて行動が行動を呼ぶんですよ。考えてても何も進まないんですね。じゃなくて手と口と足動かして、うん、こうやって行動するんです。あ1個捨てた、これ行動ですよね、うん、そうしたら次の行動ができるようになるんですよ。見えてくるんですね、うんうん、っていう風にまずは1個ずつ着実にやる、もうそれも目の前のものからやるっていうのをやってみてください。で目の前にないんですっていうんであれば、ちょっとでもいいか動いてなんか捨てるもんないかなってちょっと動いてみる。ほんならあこれ捨てようってまず1個捨てる、そっからスタートってことですね。なるほど、うん、これも今すぐできますし、うん、やっていただきたいなということ。で個人的におすすめなのはこの2つ目なんですけれども、はい、5分でいいからねタイマーをね使うってことなんですね。ほうほうほう、うん、だからこの、うん、まあなんか時計でもいいし、あの、まあ、スマホでこうタイマーって、ね、ありますよね、うん、でそれで、ね、5分ってセットするんですよ。はい、なんで5分ってセットしてピッてスタートするとね、なぜか私たちは焦り出すんですよ。なんかせなと思うんですよ、うんうん、なんかこう、はい、カウントされてるとね、はい、あほんでちょっと捨てようかみたいな感じで、なんか捨てるもんないかなってガーって探し出すんですね、うん、で言って5分以内に何個捨てれるでしょうってやるんですね。
ゲーム感覚でね。ゲーム、はいはい、これがねできるんだったらほんまやってほしいのは5分で20個捨てましょうとかやるんですよ、うん、こっちの方がね効果的。あのね数言われると人はねそれになんか合わせようとするんですね、うんうんうん、なんか20個捨てましょうとか言ってやると、あこれ私もねたまにねあの視聴者さんっていうかねあのズームのねあのお茶会とかやってるんですけど、はい、そこでやったりするんですね。ほんなら皆さんも急いで捨てれるね。ほんで、あ、捨てれました。今まで全然捨てられへんかったのに、捨てれましたって言って、やるから、このタイマー使って、20個とか30個捨てるっていうのをね、やってみる。これめちゃめちゃ効果的ですね。ああ、これ面白いですね。確かに、時間計られたら人は何か したくなるみたいなのありますもんね。ある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 。面白い。だから、それがなんかすぐできるし、なんかこのね、ゲーム感覚でっていうのもすごい大事。うん、なんかその真剣じゃなくていいからちょっとゲームやろうみたいな感じで、じゃあ何個捨てれるかな、もう捨てれたら私ってすごいって言って褒めたらいいんですよ。お部屋の人っていうのはなんか自分の部屋の姿を見たら、うん、はーってため息ついて、なんで私はこうなんだろうってずっとそっちの思考とか感情にぐーっと入っていくけども、うん、パンと手叩いて、はい5分ピッてやったら、あっあっあって急に動き出せそうな感じがしますよね。出せる出せる。あいやもうだからまた今度やろうかなそれあいいですよね。だからそのズームのお茶会で今から時間計るからみんなやってってやる、結構いいですよね。そうね、いいいい、そうもうほんまに皆さんそれ好評でね、あほんまに捨てれたって喜んでるから、うんうん、あのまあそれ、まあ、いつやるかちょっとまだ分かんないですけど、あのまあやったらぜひ皆さん来てください。今日の話ねものすごい参考になったっていうか、もう僕が全然発想しない考え方だったんですね、多くの女性の皆さんにズバッと刺さったんじゃないかなというふうに思います。コーンスマイチャンネルと合わせてね、えっちゃんのチャンネルの方もね、生活で調べるとすぐ出てきますよね。はい出ます。生活エツコでやると多分確実かなと思います、ね、はい生活エツコでですね、ぜひえっちゃんのねチャンネルも行ってですね、登録して、そして、動画を見てですね、おっと思って行動に移すっていうところをやっていただくとね、かなり相乗効果あるんじゃないかなというふうに思います、うん、今回、私のチャンネルに来ていただいて、そしてね、はい、そういえば私もですねえっちゃんのチャンネルに行って、もう私しか多分語れない角度の話をねまたねさせてもらおうかなというふうに思います、うん、なのでね合わせて、また概要欄にねお互いリンク先貼っておこうと思うので、はい両方ともね見ていただいたらより効果があるんじゃないかなというふうに思います。もう本当にてんこ盛りでもうあれでもかこれでもかっておっしゃっていただいてねありがとうございます。またね機会があったらえっちゃんにね、来ていただけたらなというふうに、思いましたね。ありがとうございました。はいということで今回どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではねまた皆さん、これからもよろしくお願いします。